こんにちは。今日はですね、合格者の年齢層というテーマでね、お話ししてみようかなと思います。いろいろなね、資格の、試験ありますけれども、じゃあ一体全体合格者の年齢層どんな感じなのかなっていうのがすごい気になって、いろいろ調べてみたんでね、ちょっとご紹介してみようかなと、思います。まずですね、私の保有している資格からちょっと見ていきましょうか。まず第2種電気工事士なんですけれども、第2種電気工事士はですね、これちょっと割合になるんですけど、大体ですね、10代の人が 20%、 で20代の人が 20%、 で30代の人が 25% ということで、10代から30代までの間がですね、もう 65% ぐらいを、占めているということでですね、ほとんどがですね、30代以下の、人になりますけれども、ただね、40代も、16%、で50代 8% とかっていうふうに、いるわけでですね、なんかその年齢層は結構比較的若めですよね。確かにですね、私が受験した時も大学生みたいな人たちが結構受けに来てた印象がありますね。で、高校生もね、ちょろちょろっと受けてた気がしますけど、でもこんな 20% 持ったかなっていう感じですね。なんかイメージ的にはね、もっとね、30代、40代の人が結構多かった、印象があります。で、そして、危険物、おつよんですけれども、危険物、おつよんはですね、20代未満、要は10代が 32%、で20代が 23%、30代が 16%、ということでですね、もうこちらの資格もですね、30代以下でもう 70% 近くを、占めているということになります。で、40代で 13%、50代で 8% ということに、なっておりますね。危険物を強むでもどうだろうね。結構、ね、40代ぐらいのおっちゃんたちがいた記憶があるんですけど、そうでもないっていうことですよね。この、資格、これを見ると。で、10代で 32% なんで。でもどうなんだろうね。高校生とかって、普通にその、なんだ、愛知県のテストセンターとか受験しに来るのかな。なんか高校生の制服着てる人あんま見たことないんだよね。あれ逆にあれなのかな、高校で受験できるのかな、ちょっとその辺よくわかんないですけど。だから実際でもなんか印象的には、やっぱ30代、40代結構いた記憶があるんですけど、そうでもないみたいですね。じゃあですね、合格者の年齢層が高い資格って何があるのかなと思って調べてみたんですけれども、これで、レックですね、東京リーガルマインドの、記事にあるんですけれども、一番年齢層が高い、これ結構難関職員にはなるんですけれども、マンション管理士、46.9歳。で、2番目が管理業務主任者、39歳。で、弁理士、38.9歳。司法書士、34.7歳。宅建士、34.7歳。不動産管理士、34.6歳。ということで、マンション管理士は結構高いですね。マンション管理士はね、よく、なんかこう、定年退職した後の仕事とかって言われてますよね。管理業務主任者もそうですね。では、弁理士、司法書士は、これは結構難しい資格なんで、多分、おのずとね、年齢層が上がってきちゃうんじゃないかなと。思いますね。宅建士はやっぱ34歳。やっぱりこう、20代のうちに経験積んで多分30代で合格みたいな、そういうパターンが多いのかななんて思ったりしますね。で、結構ね、若い、難関資格でも年齢層が若い資格何かあるのかなと思ったら、公認会計士。なんと公認会計士、合格者の平均年齢がですね、25歳と、いうことになっております。25歳で公認会計士になるんで、私簿記3級持って、ほんで簿記2級もね、受験するには至ってないんですけど、いろいろこう勉強してた時期があって、めっちゃむずいんですよ。これの、要は最難関資格っていうのが、簿記のその最難関資格が、なんか公認会計士であるっていうふうに勝手に思ってて、それが25歳で合格する平均年齢が、これすごいよね。でもなんか、その公認会計士は若くないと、なんか就職ができないというか、その就職後のことも考えると、やっぱ結構ね、なんか若いうちにじゃないと、なんかあんまり資格取得しても意味がないじゃないですけれども、あんまりこう、効力を発揮することができないっていうことなんで、だから結構ね、公認会計士をね、年配の人が目指すっていうのはあんまり少ないみたいですね。じゃあ公認会計士と似た資格で税理士どうなのかなと思って調べたんですけれども、税理士はですね、41歳以上が結構割合としては多いみたいですね。税理士は年齢が高くても全然チャレンジができるっていうことなのかなと思いますね。で、税理士法人の平均年齢はなんと60歳以上ということでですね、60代の税理士が全税理士の中の 30% をね、占めているということでですね、すごいですよね。
で、なんかもう70代のね、税理士とかもね、13.3%。80代の税理士も 10.4% ということで、この税理士界の全体のパーセンテージの 50% が60代以上になってます。で、ちなみに20代の税理士さんなんですけど、なんと 0.6%。めっちゃ少ないね。30代も 10.3% しかいない。だから税理士さんね、多分20代のうちに取れるとね、なかなかもしかしたらすごいいい税理士さんになれるのかもしれないですね。じゃあ私がですね、まあ、来年、まあ、目指す、行政書士どうなのかなと思って、まあ、調べてみたんですけれども、行政書士はですね、意外と若いですね。合格者の年齢がですね、30代が 40%、で20代が 33% ということでですね、で30代と20代でもう、73% の人間を占めています。で、年配の人がね、取る資格ではないということですね。40代が 17% ということなんで、まあ、なかなかそうだね。でも、遅くとも30代のうちに行政書士は取らなきゃいけないっていうことなのかなと思いますね。だからこうやって見てると、まあ、若い、まあ、私はまあ今29なんですけど、まあ、来年30代になったとして、やっぱ税理士が狙い目なのかもしれないですね。税理士30代で 10% ぐらいだったんで、でも税理士って結構いろいろ難しいですよね。受験科目とかも。だから大学院行かなきゃいけないですよね。だから今のうちにね、こうお金を貯めてね、大学院、行きながら社会人やりながらみたいな、そういうのできないのかな。なかなか難しいかな。まぁ、ちょっと調べてみないとわかんないんですけれども。はい。まぁ、ということでね、まぁ、そんな感じでこう年齢層を見ていくとですね、いろいろ面白いことが、わかりますよね。だからまぁ、マンション管理職、管理業務主任者っていうのはやっぱ定年後にね、始めようかなみたいな、そういう人が多いと思うんでね。やっぱ年配の方はこういう資格をね。で、特に管理業務主任者は確か合格率が、20% か 30% ぐらいだと思うんで、まあ、比較的ね、合格しやすい。まあ、そのマンション管理士とかに比べてね。マンション管理士確か 5% とかだったと思うんで、管理業務主任者とかは、年配の方は狙い目なのかなと思いますね。逆に若い人は、税理士狙い目なんじゃないかなと、個人的には。思いますね。ということで、本日はこの資格とね、年齢層について、お話ししてみました。まあ、またね、資格の話、それからボクシングの話をやっていこうかなと思いますんで、ぜひ今後ともよろしくお願いします。それじゃあ、バイバイ。